よくわかったわね。え？私が悪役顔だからかしら。一体どうやって裏技があるのですか。それとも父に秘密が。あのカタリナ様、きっとこの悪役顔のせいよ。第三の破滅フラグだ。ダイヤツマリオ制作スタッフ、あんたたちも一度カタリナに生まれ変わってみりゃいいのよ。そりゃ言えないよね、自分が言う前に先に言われたら。ごめん、アラン。普段冷静な彼があれを見てひどく驚いたのです。チオルド様、まさか王子におもちゃを投げつけた罪で国外追放に。